題はピュアラブです。被差別部落、童話地区とは、日本にやってきたユダヤ人の人たちが居住した場所だったということを前回の動画でもお伝えしました。 被差別部落、童話地区に居住したユダヤ人の人たち、畑市や藤原市などは、比較産業をもたらしました。それが現在のリーガルホールディングスなど、 靴、革製品の大企業となっています。リーガルホールディングスは、百貨店などにも入っていますね。比較産業といえば、ルイ・ヴィトン、グッチ、 プラダ、フェラガモ、シャネル、エルメス、などの高級ブランドの革製品ですよね。これらの高級ブランドも、ロスチャイルド家、ユダヤ人、イルミナティの 関係企業になるのです。ユダヤ人の人たちは、世界各地に比較技術を伝えて、それを商売にしてきました。果たしは、他にも、 養蚕、旗織、土木技術、建築技術、食肉の解体、金融技術、など、多くの知識、技術を日本にもたらしました。 被差別部落、童話地区では、食肉の解体、処理が行われてきましたが、これらもユダヤ人からもたらされたものなのでした。えー、日本人はね、長年こういった 食肉を食べるという文化がなかったんですよ。えー、明治時代からようやくね、一般の人も食べるようになったっていう感じで、うん。だからね、ちょっと、そういった習慣がなかったんですよね、日本人には。えー、しかしね、ユダヤ人や古代イスラエルでは、 食肉の解体、処理というのは、神々のための神聖なものとされていて、高貴な身分のものしかできないものとされていたのでした。えー、このようにね、前回も言ったんですが、被、えー、差別部落とか、 童話地区の人たちというのはね、実はものすごい高貴な人たち、高い身分にあった人たちだっていうことが、もうこれわかってるんですよ、うん。うん。だからね、こういった徳川家康とももう直々にやりとりできるしね、うん。もう大名クラスの力を与えられてたわけですよね。うん。 もう芸能から、えー、まあこういった製造業からね、建築業から、まあ娯楽産業まで、ありとあらゆる利権をもう独占できる権利を与えられてたわけですよ。うん。で、今ね、日本で伝統技術、えー、伝統工芸と言われてるようなね、能とかありますよね。うん、芝居ね。 実は、あれもね、ユダヤ人がもたらしたもんなんですよ。うん。果たしね。うん。ということで、ええー、まあ、表の歴史で語られていることとは、本当の歴史は真逆なわけですよ。うん。なので、この被差別部落とか、 童話地区の人たちっていうのは、まあ、上流国民。まあ、特権階級の人たちですよねうん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございます。